はまた昇るから、悲しくなれる、それはいいことなんだよ。悲しむ人の気持ちを守れる人になるから、寂しくなれる、それもいいことなんだよ。どうでしたか？上手に覚えましたか？ぜひ何回も踊ってみてください。この動画がいいなと思ったらいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。レッスンやイベントの情報はインスタグラムで更新しているので、ぜひインスタグラムもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。